ランツーリスモとシボレーカマロレースカーの関係は長い。初代グランツーリスモではすでに3代目カマロが架空のレーシングカーとして存在している。カマロは最も早くグランツーリスモに取り入れられたスポーツカーの1台なのだ。初代カマロは1966年にフォード・マスタングのライバルとして生まれた。マスタングは乗用車のシャシーにスポーティーなボディをかぶせたお手軽スポーツカー、いわばスペシャルティーカーの元祖である。以来カマロとマスタングはアメリカの伝統的な入門用スポーツカーとして君臨した。駆動方式は FR、 日本車で言うならば AE86 レヴィントレノ、つまり86のような存在である。今回レースカーのベースとなったのは4代目カマロ SS、 ハイパフォーマンスカマロの代名詞とも言うべきグレードである。エンジンは 5.7 リットル V8OHV、 ノーマルでは324馬力を5200回転で発揮するが、レースカーでは600馬力オーバーまで高められている。ボディサイズは全長4915ミリ、全幅1912ミリ、全高1240ミリ。車高が低められているのはもちろん、ワイドタイヤを履かせるために左右フェンダーがおよそ10ミリずつ拡大されている。レース用のフロントスカート、リアスポイラーなども装着済みだ。ボディそのものはキャビンを残してパイプとカーボンシェルで作られており、車重はノーマルよりおよそ400キロも軽い1160キロ。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン、リアがトルクアーム、ブレーキは前後ベンチレーテッドディスク、ギアボックスは H パターンの6速マニュアルと、全てにわたって大幅に強化されている。侮れないパフォーマンスを秘めたアメリカンレーサーである。